そんなの。いつもの。前にするか。大根じわとどっち。大根じわ系だもん。だってあんた系でもよくないけど。いいだろう。だったらそこしかないかな。財布持ってきてたのか。お金がない財布や。ゼロ円の財布や。よう、昨日飲みに行けたな、財布、お金がないんだよ。いや、行ってねえし。え？飲みなんか行ってねえし。だって、なんでお前俺のとこにやっとるやん。俺がうまいし。俺がやったわけじゃない。T 君が迎えに来たからな。行こうかって。いや、結局、やめたのか。やめた。やめたっていうか、うん。やめたかなかったから、釣られた。T 君に？T 君の釣りかい。いや、ちげえよ。彼じゃねえよ。ティークじゃないかよ。メガネしろやん、さっきの。今さ、眩しいんだから。ちょっと、こうやっていい？100均だもん。100均？壊すか、お前。1万円のやつ見てみようや、ちょっと。何1万円のやつ、どこにあるよ。だから向こう。あ？向こう。次男が買ったとこ。それどこや。だが右。広島に19番のパジロミニがあったの。6番機を走って、綺麗だね。で、20年落ちてるらしい。あ、トラックさん、千葉県からですね。ペペ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 はぁ、まあいいけど、お前そこまで20年落ちてる。だったら BM のシリーズ1の方がいいの。全然。いや、そこもな、1は一番ものだね、BM だから。だいや、でも1でもいいって言ってたけどね。そりゃ日本車と比べりゃいいかもしれんけど、 BM からだったら3ナンバーかじゃないと、3番ナンバー以上かじゃないと意味がないよ。もう違う、これ痛くて俺ダメだわ、これ締め付けられて。あ、そうだ、じゃあこれだな、お前。はい、すごい締め付けられる。いいわ、これがいいわ。うん、でも先週や。それは全然締め付けられない。ペペ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 
ってるとこだけど、今同級生がやってる。ここはマジだけ。だこここそ会社しかないし。ここ？いやさっきのあの。あ、ここないわ。ごめん、なかった。はい。ここ。もう1万円のやってなかったわ。あ、ここ、ここが良かったわ。やってみよう。え、やってなかった。つかまで行くだか。K しかないで。K しかないのは微妙じゃん。微妙だで。いやそれでもまた酔ってるよ。いやちょっとよ。いつものがいい。いつもがいい。こんないつも行ってるから。まあ、昨日のとこで DM を試乗させてもらって。昨日のとこ行くまでの間でちょっといいとこがあったら。あるけど島根県と鳥取県ではない。僕は調べてみた。だから別に島根県じゃなくてもいいんじゃない別に。いいよ。だったら取り寄せだったら。いや取り寄せじゃなくて俺が行くんだよ。あ行くんだったらどこからでも。さすが北海道とか無理だけど。さあ例えば広島とか。うちのパソコンからやればいいよ。いやでも一回そのあれ昨日でも異常がいいかなと思って。あー DM？女の子にそこ行ってみようよ。でもかなり年式も古いし燃費も悪いぞ。それは過去それで3000リッターで何回な税金も高いで年間6万円で。それっても経費しかなくないんですよ。いやいやだけどあなたなんか払うことだからさ、うん、あなたが分かった。いやでも結構いいね。あといいもう一個だけ言ったハイブリッドのフィットっていうのが20万だったね。20万円そっちの方がいいわね。だから走行距離が23万キロだね。関係ない関係ない。ハイブリッドでフィットで走行距離23万はまあポンコツって言ってたけど、ね、まあ今は走行距離確かに、ね、でも、ね、今の車は性能外見30万キロぐらいまで十分走れるけどな。BM も走れるでしょ。 BM は走れるけど壊れた時高いし。それは別にハイブリッドフィットも高いだろ壊れたら。日本車はまだあの部品が日本にあるから安いわね。外車は部品が日本にないね。広島市ってとこに、うん、あの走行距離2万キロのあの19万のセレナがあって、車検が2026年4月で。セレナ？セレナ。ああ、いいじゃない。その方がいいわね。あ、そんなにしなさいよ。ただ一番古いセレナらしい。そう言ったら。一番古いセレナって、どのタイプかやんな。色はね、黒だったよ。あ、白だったな。C25 っていうやつだし。だったら何か誰かから譲り受けた方がいいっていうぐらいだから値がつかんようなやつ。リスナーさん誰かいませんかって。ないよ。いないの？みんな1台しか持ってないよ。だけど2、3台持ってる。1台しか持ってなくて買い替える。直前だったら例えば10万でしか売れないものだったら15万で引き取るとかさ。いやだからそういう人は今いないんだよね。いないんか。だったらしょうがない。いても釣りなんだよ。あそこ行ってみようか。ホンダどこの。そこのそこのなんかあ
高い。高いけど、まあ見てみようや。そこのホンダってとこ？そこだ、ホンダ本社みたいなとこ。ああ、右側に。もうちょっと先。もっと、もっと先。まあいいやな。こうやって楽しむのが、車を買うためのあれのね、車買ってしまったらつまらんだろ。いや、乗りたいけど。ねえ、乗りたいのもあるけど、乗るまでの間をあこれもう楽しむのも一つだわ。これ高いだろ、普通に。高いけど、見てみるだけだわね。車のあれを。もっともっと入って。ここから、うん、ここから入って、まっすぐ入って、まっすぐ入って、中古車ずっとまっすぐまっすぐ行ったところだけ、まだまだまっすぐ入って、まっすぐ向こう側行って、向こう側、そう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 、徐行して、こっち側が止めるところだからさ。じゃねえだろ、お前。こいつ、アホが来たって思われるよ。笑われちゃう。いや、それでいいだろうな。これで、いける？ああ、いけるだろう。よいしょ。ちょっと待って。うん。いや、言うてここの車屋で車を買わないから。買わないよ。だから車で見ればいいんじゃない。ああ、もういい、いいね。その方がいいかもしれない。安いし。うん。めんどくさい。はい。ここで買うわけにはいかないから。あんた何のこと言うんだよ。ゆっくりゆっくりよ。ゆっくりよ。だからこれ、僕新車やで、これ100万以上でしょ、ほぼ。そうだね。ゆっくりよ、ゆっくり。150万高いな。新車だろ。後ろの方にいっぱいあるんだよ。70万ほら。70万ほら。90万。130万つっていける。70万。129万。91万。125万。110万。高いわ。こっちは？はい。ってあるけど見えんわ、全然。何来るこれ見えるか。いや、見えない。でも、ね、100% 高いだろ、これは。あった、あった。ダメだって。高いか、あんなやめるだ。高すぎる、うん、いや、こういうとこじゃ無理やから。確かにこういうとこの方がちゃんとしてる。うわー、すごい車いっぱいあるな、ここ。なんだよ、これ、これ。うわぁ、フィットのすごい古いのがあるわ。あれ、いくらするか見たいぐらいだな。この辺にもあるかな、デコボコのやつが。ポンコツ車がいっぱい。こんなのがいいがやん。お前、外観どうでもいいって言っとったがやな。外観が重要だから。なにやお前、昨日と言ってることが違うがやん。いやいや、だからそういうのは外観どうでもいいっていうのは、別に傷がついてもどうでもいいってことだよ。例えば、エッセとかさ、モコみたいなのは嫌だね。アルトみたいな、そういうなんか傷がついてるのはどうでもいいっちゃうし、みんな分かったって、あんた税金払えんもん。お母さんに怒られるだけだから。いや、一緒だったろ。さあ、もうなんか一緒だわよ。なんかそうなんよね。いや、なんで今急に。だが、もしそういうの普通車を買うんだったら、そういうのを買うんだったら、ホンダの、あれ、何だったかいな、掘り出し物があったかや。何？あんたにやったかや。ホンダの何だったかいな。やったかや、お前、ホンダセダン。シビックか？おー、ホンダシビック。あれ、50万してる。いや、でもあんたにやったかや、後で。あ、あ、俺が乗って、あんたが乗って、俺が乗ったんかいな。なんかよくわからんけど。いや、ずっと俺が乗っとったわ。
良かっただよ。いよいよシビックはセダン車じゃないし。だがシビックのセダンタイプのやつだったから。いらっしゃい。いらっしゃい。おにゃんま、おにゃんまじゃないですよ。いらっしゃい。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。よう、ああ。よいらっしゃい。体が痛いわ。いらっしゃい、いらっしゃい。いらっしゃい。なんか、ステップ。まあ、まあ、遠出するからね、そういうのありなんだけど。車の中に。ああ、見とったけど、どこだったかな。どこか、茨城かなんかに、25万のエスティマ、お父さんのエスティマ屋の、まあ、もう一つ新しいやつが25万で出とった。安いなと思ったけど、茨城かよと思って、あんたが住んどった、無理だわと思って。そうか、これはケーキ屋さんだよ。俺知っとるわ、一人。車屋さんをそこで買うか。どっかで車止めてみる。出雲。いや、氷川。もうこれ。持ちだ。ああでもあれがないのかもしれんな。持ちだ自動車みたいな、ちょっと検索してみて。いや無理や、今配信でそっち検索できるでしょ。うん、ちょっとやってみて、俺が分からんね。いやだから30万まで。いい、30万。いや俺電話して聞くけん。うん、なんでこれやりづれな、これ。ここかな、ここじゃないんだって思うね。持田商店。持田自動車。いや、持田なんとかなんとか持田っていう、ないか名前が。車屋さんで。なわけがしょうがない。持田自動車工業。ああ。どこにあるそれ。これ車屋なの。見えませんよ。どこだよこれ知らんわよ。今氷川って書いてあった。氷川、うん、ちょっと違うかな。いやでも氷川なんだろう。平田だ。あ、出てこらん。やってねえじゃねえか。日曜日持田自動車さんですか。あのちょっとお聞きしますけど、あの社長が村田に勤めてた方でしたっけ。社長が村田製作所に勤めてませんでしたっけ。あの女の持田なんだったかいな。あ、今64か3ぐらいでしょ。全然違うじゃん。ああそうですか。その後の、ああそうですか。ああ持ち出し違いかな。あの平田の電気店のあの息子さんが やっておられたとこではないんですよね。いつから？ああ、なんだ。
な、違うわ。あ、持ち出違いでした。どうもすみません、失礼いたしました。はい、どうも。もうここしかなかった。いや、誰に出ましたよ。俺の、あの会社に勤めた時、行こうか。意味が分かんなかったよ、問題は。はい、行きましょう。あ、なんか電話があったぞ。あ、切ってなかったのか。意味が全然意味が。もしもし。あの BMW とか本当に買うつもりだ。うちだね。なんか秋が被ってっちゃうけど。いや、絶対それは後々怖いっけ。そんなことしたら結局私も困るし、自分の感じがないと言われて。いや、普通なもんそんなやな。本人が全て払えばいいんだろ。いや、多分それ配信でなんかリスナーかなんか言われて、あの、分かったけ。いや、こいつはね、完全にリスナーに言われて言う。川下先生。いや、もうマジでも。うん、分かった、分かった。うん、うん。え？あ、そういうことだよ。な、川下先生。いや、こいつは配信でリスナーに言われて、なんか電話かけてきただけだろ、配信切って。リスナーがなんかいたら全部文句だから、どの車でも文句言ってくるんだから。何？なんか用？いやいや、間違えてる、ごめん。邪魔だな。
無視でいいよ。確かに、ね、いやお母さんの言う通りになんだけど、いやそれはって言っちゃって、あの配信してたんじゃないの、燃費も悪いし、あの、まあ、税金も高いし、安い車にこだわらんわ、もう。そうだね、もうその代わりあんたが出すんだね。それは出すよ。あれここじゃないの。いや、それ公民館だわ。売り物の車じゃねえわ。あ、コスモスってここにできたのか。あ、その代わりゆっくりミスターダメするけんの、簡単に変わると大変だかな。公民館で車にするんだ。あ、名前はものすごく車強盗が今すごい話題になってるみたいだね。いい車を盗んで海外に売るんだとさ、すげえ安くやるんだよって車乗ると。そうね、そうね、俺がな少しでも働いてたらあんたに手助けしてあげるけど、俺も働いてねえんだけどな。あの、あれがあるじゃん、あなたにも浮気してそうか、俺は全然稼げるの。こんなとこにある、いつもに出る。いや、いつも出るでしょ。うん、この前の車めっちゃ安いな、ランクレの一番新しい。高いかよ、めっちゃ高い。でも村田製作所のやつっていい車めっちゃ乗ってるよね、あいつら。それは給料が高いけんだろ。じゃあみんなランクルとかハリアーとかなってる。うちは管理職クラスになると会社乗ってる会社、ベンツとか BMW とか。てかね、大体ね、あのなんだっけ、あの工場とかでもなんかあの結構大手の工場の駐車場とか見たら、あ、もうあのいい車ばっかり乗ってる。若い子がクラウン乗ってる。クラウン、クラウンは微妙だけど、クラウンの一番いいやつに乗ってる。だって俺があの働いてたあの大塚のとこだってみんなハリアーって、なぜかしないけど、どんだけハリアー好きだよこいつらと思って。ハリアーはいいけど今人気がないでしょ。ハリアーとプリウスが永久にブワーってなる。白のプリウスがブワー並んでるから多分あれ全員おっさんだよね。じゃないって書いてあって、ね、なんだかマニュアルでしょ。永久に俺エンストするじゃん。
間に合う車を運転できれば、それで インプレッサスポーツワゴンみたいな名前のやつ。大体な、スポーツカーはな、みんな間に合う車あるだい、ね、悪いけど、そうじゃないと加速を試すには、マニュアルじゃないと加速なんか止めさせないよ、オートまでは。何も知らないのよ、全く。そんなもん乗らんしね、すみません。俺が狙ってんのは鈴木のね。お前狙ってどういうこと、お前買おうとしてんだ、車。違うわね、俺がもし狙ってるんだったら鈴木のね、スイフト。あれがいいわ、走りもいいし、デザインもいいし、あの中のも広いしね、鈴木のスイフトがいい車だよ。そこも車屋だよね、そこのオレンジとか。スイフトいいよねって、個人店みたいなとこだね。外装ばっかりだよ、どの代わりに。そうそう、値段も関係ないでしょ。外装ばっかりだよ、値段関係ないからいいんじゃない。関係ないってあんたが払うやつだけど、見るだけだったらただの。ああ、すごいな。アウディこれ。アウディ。値段が出てないよな、さすがに。W はなんだっけこれ。ホルスワーゲンか。ホルスワーゲン。やめとけ。何百万だよ。やめときなさい。これね、外車しか出ないの。ベンツとかアウディとか、なんか W って書いてあるしかない。事故車ばっかりだからやめとけ。BM これ。ああ、BM だろ、ね、あれだけど、もう出られんやんなって思ったらやん。出るわよ。消えてきたら冷やかし。いやいやいや。え、そうだよ。消えてきて冷やかしだよ。冷やかしじゃないよ。別にだったらもう軽自動車お断りって書いておけよ、軽自動車で来るやつ。女の子に合図しといた、ごめんなさいねって言って。途中やけん組めんのだよ、もう。いや、それ高い車でしょ。働いてないから。高い車でしょ。いや、またあのブラックじゃないな。高くなくたって組めんの多分。組めるだろ、安かったろ。お前がちゃんともっと儲けらないけんってことだわや。ポン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 海外行ってアホばっかしとけこんなことになるんだよ。なんでアホばっかって。だってあぶく銭を海外で捨ててるようなもんだから。それ配信で言ったからね。配信で言ったってそれを一回言っても我慢して買えとるわよ。一回で別にその何回も海外行ってるわけじゃねえんだよね。だけど今度またどっか行くって言っとうけどそれを我慢して買えるってことだからよ。買えるっていう方、あなたの中ではどんくらい、そうだ、別に高い車買おうと思ってないんだよね。まあ、知っとるわね。2、30万だろ。だから2、30万とか別に買えるだろ。2、30万の車が置いてあるわけね。あるんだよ、30万台にたくさん。ホンダの中古車店が安い車って言って、売ってたんだけどな。右側にあったけど。なんか普通の車屋さんが行ってもしょうがねえよ。だってそれ買ったとこだからね。買ったとこのなんとかさんって人がもう
当時係長だったけど、もう知らんしね、なんか所長かなんかになっとくの選手、そしたら、あ、松本さんじゃないの、あこの子ね、いろいろあったね、じゃあ安くやってあげようかなっていう人もいるかもしれんがな。知らんかよ、そんな。見てみりゃいいがな、お前どこ行ったってあれなんだかな、 BMW だけは一番最後にしてくれ、頼むから。まあもう別にこっちの方が高いね、普通中古の安いのがあるかもしれんが、いくらでよ、あるわけない、あらんがや、もうずっといろいろ見回ってきてるから、いい、石川の中古店より安いんだってこっちの方が、俺は知ってんだから、あんたよりね。嘘つけよ。本当だわ。ここにはないけど。あるんで。絶対ない。まあいいわ、じゃあ行ってもいいけど。なかったら。ほら、お前も100万以上。わけだがや。いや、K もお前全部で140万とか90万とか。新車だな、どう考えでも高いじゃん、じゃ聞いてみないじゃん、これすいません、なんか安い車ってあります？ここに中古車はあります、はい、こっち新車でしょ、はい、こっちは新車が3万でしょ、こっち新車ですね、あそこも店頭に置いてあるので一番安くていくらですか、うん、ちょっと見てみないと、はい、もう僕はね、ここ14、5年前に、いや、うるせえよ、係長さんおられたんだけどな、若い人ばっかりだな、どうも、一応ちょっと見てみますね、一応見てみます、あ、かしこまりました、はい、なんでそんなこと言うの、何が、俺のことは聞かんでいいやみたいな、でも貸しようってのは何の話だよ、つてがあれば安くできるかもしれんがな、似合うがな、これで十分だからあんた、いやお前あのさ、あんたが昔乗っとった車だから、いや、これで、いや、あの、これ何の車なのこれ、あ、これホンダのライフだわね、いや、これがライフなわけないだろ、ライフするのツードアですわ、何言っとら、はぁ、あ、トゥデイって書いてありますけど、あ、トゥデイか、トゥデイも全然違いだよ、いいがね、まあ、ちょ、いいがのかな、あ、でも、ツードアの方が逆にかっこいいぐらいだわ、ツードアダセーわ、ポンコツがいっぱいあるかな、この辺に、ほら、いや、ポンコツって絶対高いだろ、いや、安いけん、ちょっと聞いてみないって、この辺のポンコツをだから今聞いたら、うん、なんか聞いたら、だからいや、この辺のポンコツを、この辺のポンコツって、まあ、ポンコツじゃねえだろ、この辺、いや、こっちでナンバーのついてないのはポンコツ車だわね、はい、いや、キリアンダイメージ聞くに行くわよ、今、こっち誰もなんだろう、お前なんで遠いとこへ止めるんだ、止めるんじゃない、バックしないと行かれんだろ、
ってるのよ。この辺のはナンバーがついておけんダメだけど、こっちのやつだ。いや、多分この辺も高いと思うよね。高くはない。ここが絶対安いって、この辺のやつが。そう。あ、これが一番安いわ。それ売り物じゃねえしな、そして。ナンバーついてないもん。こっちちょっと、ちょっと、ちょっと。いや、あんなんダメだろ。なんでだよ。あんなんが安い。いや、あんなんだったら、タントの方がマシだわ、あんなもん。なんであんなのじゃいけんよ。あんなんだったら15万のタントの方がよっぽどいいわ、あんなもん。なんでだよ。いや、あれやばいだろ、これ普通に。ちっちゃすぎるだろ、車。いやだわね、ちっちゃい。水色のアルトよりもちっちゃい車買うんだけど。プリウスの、あったわ、1台。プリウス？ああ、もう一回行ってみるって。何回も何回も、すみませんね。今、トゥデイの話してたんじゃないの？トゥデイはもう、あんたダメだって言ったけど、違うわね。トゥデイなんかダメだわ、やんか。その、隣にプリウスみたいなのがあったけんだわね。まあ、多分下取りしただけで何にもあの帰ってこれ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 このプリウスじゃねえだろ。これプリウス、昔のプリウス、一世代前のプリウスだこれ、うん、プラッツじゃないのこれ。プリウス、プリウス、見てみるよ、うん、目の前に止めてやるから見てみるよ。で、店員さんがおらんとどうにもならんもんね。なんか、フォトがプリウスだな、これ。プリウスか。すっげえダサくない？トゥデイでいいよ、無理。さすがに狭すぎる。すいません、あの30万40万台での車ってあの辺あります？うちは今ちょっとですね、ちょっと価格、はい、いや、ここはちょっと今これ売り、売り物じゃねえ。いや、勝手に決めるなよ、これ安くて。本当にプリウスにするなよな。で、ただでちょうだいなんかもらえるわけないだろ。そういうわけにいかないですって当たり前だよ。はい。一番うちで扱ってる中で行くとこの店でですね。走行距離はいくらですか？走行距離は7万2000キロっていう感じ。それは一つあれでしょ、これなんとかならん。ちょっと私の権限ではどうもならんので、すぐ買うんじゃなくて、うん、ちょっと車検2年つけて、はい、ちょっとだけ直して、いやちょっといろいろ回ってみますんで、そんな中ですぐに決めるわけじゃないけど、大体そもそも俺この車欲しいって言ってないし、まあ、お前見てないでしょ、ちゃんと見てみ。え、ちゃんと見てみ。ちゃんと見てみ、中を。でもお兄さんは絶対これだったらこっちの方がいいですよね。そうですね。今もうこれも言っても16年乗ってます。16年も乗ってる車。14年、まあ、こっちの方が2年新しいといえば新しいっていうところなんで、一応うちの会社としてもフィットで一番安いのはいかないんですか。フィットは安いでしょ。50何万円もっと安いのか分かってるからな。まあそれはあの違うっていうので、比較的に並べると、あれ16万キロ走ってますよ。あのこれはちょっとトイレなんかねえわよ。13万キロ走ってます。13万十分まだ走れるな。いや走れない。自転車行くとそうですね。ちょっとこれうちの店であるところが行って価格順で並べてるところなんですけど、はい、今これちょっと今来てもらってるのが出雲北店っていうところになって、うちで行くと一番のやつで行くとこれがっていう。今は取り寄せ、氷川とか安木とか安木店があったりっていうところにはなりますけど、まあこういったものがあることはあります。それは何ですか？何の車ですか？これはバモス K ですね。K K K ですね。普通車で行くとこれが、
はい、あります、はい、バモスかという感じですかね。まあ、ちょっとうちで一番安い取り扱いでいくと41万っていうところからっていう。そのいや、これは何のこれも K です、N ボックスっていう。あ、N ボックス、売り物じゃないけど、ですね、まあ、普通車がご希望ってことで、まあそうですね、ですね、まあ、そうなると、まあ、確かにこのうちのこの分が一番っていうところですけど、まあ、まあ、これがワゴンタイプなものって言って、2013年のその14年、これ60万ぐらいですか。ここの赤字が、はい、あのもうだって基本的な乗り出しの総額っていう風な表示にしてるんで、はい、まあまあ一番安いので、まあ、まあ普通車のやつでいくと51万から、まあ、またもう上高くなる一方というような感じにはなりますね。わかりました。ちょっといろいろ回ってみます、ね、ですね。よろしくお願いします。はい、基本的にはうちの場合は、はい、今こあちらとこちらが中古車の展示場なんですけど、はい、道路側向いてるものは基本的には売り物っていう、はい、でこっち側向いてるのはその預かり車だったり台車だったり、まあ、これも今ちょっと、はい、うちは氷川の方にちょっと大きい車両置き場っていうかあれがあって、はい、でうちで下取りとかしたやつを一旦向こうにこうやって送るんですね、はい、まあ、今そこ来ましたけど、はい、アイレッカーで、うん、でそこで向こうでちょっと綺麗にしたり、はい、あの根付けをしたりして、はい、で各店舗にこうまた再度、で、うちから下取りしたんで、基本的にはうちには帰ってこないです。あ、多分松屋とかやる。だって、うちで下取りして車をお客さんが見られて、なんか、こんな金額で売り上がってみたいなことになっちゃうなんで、はい、基本的にはこれはまあ多分、まあ、最初松屋の方とか安木の方とかにかなってるイメージですね。わかりました。ありがとうございます。ついていくんだけどな、帰りに。まあそこのところどこに行ったかっていうところがあるんです。俺はそんな感じで売るはずがないんだよ。嘘は分からんの。いやいや、年代が2つ古いやつだもん。これ今見かけようと思ってもないよ。うん、でもまあでも 4,50 ぐらい行きますよね。まあそれぐらいはまあいいでしょう。いやいや、お母さん、あんた車屋じゃないんだ、なんであんたがいい感じ。いや俺知っとるもん。いや知っとるもんって、お前車のプロじゃないだろう。つけて30。いや分からんぞ、これは。だってこれどほどでしたら多分10万ぐらいでいいんじゃない。いや、さ知らんけど。お前よりな、あなた方より年取ってるんだけど、何でも知ってんだよ。いやいや、車屋やったことないだろ。僕が欲しいのはね、僕が欲しいの。こちらで。うん、これで、あ、台車でしょ。ちゃうの。いや、まあ一応今、この人、うちで下取りというか、あれされたものになるんで。売り物じゃない。売り物にはちょっと、うちとしては売り物にはできないっていうのは。ね、これ5万ぐらいだもんね、多分。いや、だからスパイが勝手に決めてるだけだもん。つけてないかなというあれでしてますけどね。はい、ね、そうそうだ、叫んだぐらいのもんだ。一番安い車ってないの、ここに。今言いますと、フィントで51万っていうのが一番安い、うん、あ、この中でですね。 K を含めてもそれが一番安いですね。フィントで51万、はい、乗り出しが51万っていうのは、これいつ頃ね、これにこだわるな。これでレッカーで運ばれれば、ってか値がつくのか、ちょっと、基本的にはホンダ車しか、ね、ちょっと待って、値がつかんだったらどうなんですか。多分スクラップ言われます。いやいや、海外に出すんだよ、ちゃう。わかんない、そこは。スクラップなんか、いっぱいないと思うんだろうな、気持ちいい。でもまあまあまあ、例えばちょっとこれも。だったら個人売買できるの。できねえだろ、それは。まあ、これを下取りに出される前であればもちろん、うん、どうぞって感じですけど。プリマ屋さんの中で個人バイクこれはできないですね。あ、できないですね。はい、サラリーマンなもんで、会社の支援のもとじゃないと、会社と個人との売買はできないなって。それはもちろん、それはもちろんあの私を返してってことなんで。でしょ。できますよ。あ、はい、これはただ何人もせんでいいから人出してって言ったらできるわけ。まあ、あの向こうの方、あの本社の方が許可を OK 出せばでしょ。ですね、うんうんうん、でその金額はお伝えしましょう。そうそうそう、ね、うん、別に買わなくていいって。まあ別に今日買うと買うのにしないんだけど、はい、ちょっと、はい、まだこれちょっと私たちもらって、ここの
まだまあちょっとこれから値段をつける車になる。値段をつけるのかどうかも。なんだろう。いや俺が逆に嫌なんだけどこの車クソダサいよ俺P8 が乗りたいだけだろ俺P8 がこれはお前の自分で買えやこれを下取りにしてこの下取りいくらな2万5000円らしいよ2万5000円らしいよこれ下取りで結局そうスクラップになるだけらしいいや、あいつこの、あの車にしようとしてるけど、俺あの車逆に嫌なんだけど。いや、わかんない。いや、なんか言われたよ。軽でこういう車も基本的に2万5000円。だからエアコン壊れてるとか関係ないって言われたよ。いや、そうだよ。親の押し付けだったら、平八が全部この車を買ってくれてるんだったら、全然いいけどね。まあ、平八の俺が買うのになんで俺が決められんといけんやん。おかしいだろ、マジで。意味不明なんだよ。どうせ、まあ、平八がこれ言って自分で買えばいいやん。やめないよ。燃費、まあでも1年ぐらいしかならんからね。いやただどっちにしろ BM やめたところでこれは絶対嫌だ。しやすいとかっていうのがね。運転しにくくてもちょっとこの方はちょっと嫌ですね。これはダサいわ。普通にだったらまだ新しいプリウスの方がまだいいわ。1個新しい。まあ、またお近くで行ったら寄ってください。またちょっと、はい、なんでプレートを外したのかっていうのが分かれば教えてよ。なんでプレートが外れたのか。分かりました、うん、はい、あ、すいません。でもどちらにしても僕これ買わないんで。なんでだよお前。ですこれあの人の車って、はい、あの人の車ってそれで白くんの車と、あ、はい、申し訳ないです。一緒だね、白くんの車と。違う、いや、白くんの車と全然違う。あのプリウス、もう一つ新しいやつか。うん、全然あれより新しいやつだ。あれ一番古いやつ。そうだ、一番古いやつだよ。だから年月鑑定を得たんだ。で今年の7月まで車検があるんだけど、プレートが外してあるってことはもうどっか悪くて乗れない。何してるやん。いいよ、自分でやるよ。やるやん。たくレタクーだよ。まあいろいろ今日は話を聞いてな。いや、話聞いてあんたが一方的になんか喋ってたよ。だってあんたしゃべらんだ。勝手にあの車にして。違うわね、あの車だったらいくらぐらいすんのって交渉してただけだわ、ね、だからいらんしていけんのに。
なんでいらんやいやだからそういうことだろだあれをあれをいやいやいやなんだけどなんでいらんやでいらんっつって言ってんのだけどどこが悪いのあれの、うん、いやあれのどこが悪いのってことあれを買わせたいってことでしょ違うわね違うわねなんどこが悪いの参考に聞かせてよそうしたらあんたの好きなのをこう、うん、探すじゃんあれはまず、うん、普通に、うん、まず見た目もなんかぶっさいぐあれハイブリッドだよ、うんだから、だからじゃないけど、今度ハイブリッド、ハイブリッド、ハイブリッドでもあの脱走するだろね。ハイブリッド、ハイブリッドっていう割にはダサいっていう。プリウスはみんなあんなダサい車だよ。いや違うね。プリウスもなんかあのなんか一番新車は、ね、一番新車はかっこいいけど、昔のはみんなダサいよ。そういうことも知ってて言ってるの？あれとはまた全然違う方でしょあのプリウスは逆にあんま見ないあ2代前の方だもんだってだけ見ない初期のプリウスがダサいの初期のプリウスああだからああいうプリウスでしょ俺が知ってるのはああいうプリウス初期のプリウスをダサいって言うんだったらもういいやあのプリウスなんか高嶺の花だもんちょっと意味がわからんでそうなるなるわね高いもん。その次も次も100万超えるわね。もうだって手が届かんわ、プリウスなんて言ったら。プリウスも安いのは結構40万、50万。だからそれは2台前のやつだって言ってるだろうが。あんたじゃあ、あんたが知らないだけだよ。どれのプリウスのこと言ってんの？たぶん。ちなみに初期じゃないらしいだね。すいません、はい、店頭に出てる車でちょっと一番安いの車ってどれがあります？ああめちゃ笑われるのよ。店頭に出てるのかで安い車って何です？安い車って いくらの？30、40まあ走行距離は10万キロ以下とか。まあうちは10万キロ以下、10万キロ以上は売らないので。あ、そうなんですか。うん、ここら辺にあるやつは全部売り物ですか。だからそうみんな売り。あの、はい、欲しいっていう人がいればね。はい、ああ。うん。基本はオークションで仕入れるんですよ。はい、はい、はいはい。でもやっぱ、はいね、予算が限られたりすると、はい、やっぱ安いものが欲しいって思うじゃないですか。はいはいはい、でその人のためにちょっと並べてる、はいはいはい。基本はもう全部オークションですね。ちょっと見てもいいですかね、今。今ね、はい、
売れてるのは、はい、これ、これ。あ、これはもう売れてるよ。うん。これなんていうの？リバ。リーバっていう、あ、ライフの、はい、あの特別モデル。っていうやつ。リーバ。こちらは、これは、はい、スイーツ、はい、ね、これケースですね。ケースよ。はい。これ高そうだな。パレット。パレット SW。パレットがあって、はい、でパレットの SW っていうのがある。はいはいはい。それは普通のパレットとは違うよ。新しいってことですか？パレット。あのね、もうフォルムが全然違う。まあでも確かになんか違う。これわかんない。ここら辺違って、はい、で、エアロがついてて、はい、で、フロントのヘッドライトが HID、はい、HID 明るいやつ。これ6、何年式？これ24年だったと思う。平成。平成24年って言われてもわからんやんなって時代が、昭和生まれの僕らにとってわからん、パッと出ないんでしょ。出ないっすよ。だってもう令和6年だもん。平成は何年まであったかなっていう逆算。31年まである。31年。で、大体いくらぐらいかかります？これは13年落ちだ。で、13年から、うん、自動車税が、あの重課税になってちょっと上がります。5000円上がるけど、車検が2年、1年いや、もうずっと2年です。いや、前は1年だよ。前はね、大昔は、うん、昭和の時代ですよ、それは。俺の時代が、まあ、私も昭和の時代ですけど、1年車検だったから、あんまり古いと。もう今はね、道交法が改定されて、ずっと2年ですよ。何十年経とうが、どのくらい車検2年付きで、車検2年付けて、どうなかな。今これオークション市場35万円ぐらい。車検2年付けて本体だけで、だけでかな。そんなにすんの？します。それも色が黒だっていう話になってくると、ポンだから。ああ、なるほど。じゃあこれ無理じゃないか。40万するよ。全部でどれぐらい、50ぐらいからするんですか？50はしないけど、車検つけたら40ね、するまでなっちゃうもんね。消費税が、うん、息子さんが乗られるんですか？いや、僕は息子です。あ、だけど息子さんが乗られるんですか？はいはい、大変ですね。収入もないのにね、乗ってってんだから。いや、収入ないことはないんですよ。ありますけど、いや、ローンが組めんに乗ってってんだから。あ、現金でって感じです、買うなら。大変ですよね。大変だよ、ね、俺も大変。あ、本当ですか？バカ息子もって大変だよ。今日も俺の息子来たけど、30、今はい34か。俺36だよ、結婚もせないけんよ。8050問題で、はい、80歳の親が50歳の子供を育てて時代になるんだから。はい、え、どういうことですか？これが無理って。こんな車買うなってこと言われてるわけよ。こんな車買うな。確かに。え、どういう車がいいですか？こんな車買うなっていうのは。かなりヤンキーが乗ってるんですよね。え？かなりヤンキー。ヤンキーが乗ってるわけないだろ。なんでヤンキーって。女の人らしいよ。
ゴルフ。はい、ゴルフ。まあ、フォルクスワーゲンってやつで。腕錆びまくってんのか、これ。でもこことここが売れてるんですよ。もうないやん。お兄さん、お兄さん、あれはいくらなんですか。これもっと高い。ゴルフ？はい。これゴルフ今120万。120万。もう古いっすよ。なんか上がめっちゃあれっすね。これだから。はい。するベース制度として置いてるだけ。はい、ああ。だから。2リッターの GT ってやつでミッションのターボなんですよ。あ、ミッションなんですかこれ。探すとない。レアな車ってこと。だからそれなりにね、あの費用がかかっちゃいます。ああ、じゃあアゼとあれが売れてるってことは、これとあとタントと、そうと、これかこれってこと。いや、これお客さんの車。あ、これお客さんの車なんだ。お客さんの車。わかりました、ありがとうございます。お父さんとよく相談して、はい、いや、わからないですけど、方向性を決めた方がいい。ああ、だからお父さんと、いや、ちょっと親父と決めたらちょっと方向性違うんで、無理だと思います。でしょ、うん、とんでもない車です。だって乗って1、2年だもん。すべてずっとこ今まで何十年も乗ってきて十何台やっと変えているけど、すべて1、2年だから廃車で、廃車クラスで十分なんですよ。ああ、うん、そうそう、変なものにあの手を出さない。エンジンとね、エアコンさえ良ければいい。あと何でも、そんなにボロボロでも十分。足回りと、うん、足回りに関係ない。走ればいい。そう、うん、まともな車じゃないですよ、ね、そうそうそう、まともじゃなくていい。だってずっと乗れるんだったらいいの買ってやるけど、とてもじゃないけど1年がいいとこだよ、乗ってる。まあ、でも息子さん、お父さんとよく相談して。ああ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさいね。いえいえ、わざわざ寄っていただいて、いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ、どうも。あの、あんたさ、なんか友人作りに来てるだけじゃねえ、あんた。車屋行って。なんで？だって事実、事実そうだもん。事実そうだもんじゃねえんだ、お前。友人作りに来てどうすんだ、車を見に来てんのよ。買える車ないのよ、お前。買える車屋ねえわやて、ここはだってもそもそも車がそんななかったわ。だってお前、あれだってどうも50万前後じゃないといらないような感じだし、お前そんな車買えんだろうな。いや、だから違うとこ回ってみるだろ。だからじゃあもうあそこの店、昨日のやっぱ店行くしかない。だってお母さんが無理だって言うけど、俺はそんなこと言うと、いや、ビリバ最後って絶対言ってるじゃん。でもさっきの、あのさっきの電話で変わった。いや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 、めっちゃ変わる頃から。そのだったらお母さんに言うよ、それは。いや、関係ないの。な、自分で何でも自分で払えばいいよ。もう一回親は医師がいたりするんじゃない。あの保険も全てだ、はい、うん、それで保険に入らんで無保険で事故を起こして、はいはい、牢屋に入って、はい、何十年も牢屋に入って牢屋の中で死んでいけばいいやん、はいはい、その覚悟があるんだったらやればいいやん、はい、OK です、それでいいです。俺は一切手を出さんけん。そのつもりでしょ、最初から。いや、ぶる車によっては考えてやろうと思ったけど、そんな値の使いを、ね、当てたら何十万も、あの車体価格よりも高い値段で修理はせない件は、税金は高いわ、汚
タイヤだって高いわ。どうやって維持しているよ、これから。あんたは維持なんかできないだから。まあ、あんた冬前、冬に来る前まで交換するわ。全部一緒じゃん。そんなにいいなら。一緒じゃないよ。日本車だったら全然違うわよ。一緒らしいけど。安いわ。聞いてみる。倍半分違うわ。日本車と外車と。あんただって言ってたじゃん。あんたはどれに乗っても一緒っつって。何言ってるっけ。俺も一緒だけど、だけ一緒ならいいじゃん。冬になるまで半年ぐらいだったら、そうだったらあんたリース1万円、月々1万円のリースの車の方がよっぽどいいよ。その方がコスパが良すぎるよ。新品で車は新品で1万円なんて結構あのやめた、それこそ1万やめた方がいいって言われるけどね。そうだわ、なんでか知っとうか。あんたコツコツ当てけんだわよ。当てらんだったら、当てらんだったら、じゃああんたがリース乗れよ。あんたがコツ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 当てけんだわよ。みんなはそれを心配して言ってるだけだよ。そっちリースじゃない方がいいじゃん。だったらリースじゃない方がいいじゃん。いやいや、それ当てるにしてもあんたの場合そっちの方がまだ安いかなと思って言っただけだわよ。いやいや、だから結局そんなこと分かった状態で言ったら言う必要なんかねえだろ。もうあんた好きなんじゃない。考えたらいいですよ。そこまで言うならね。一切もう大金こびやんけ。あんたの好きなようにしなさいよ。あんたの好きなようにしなさい。そのつもりだけど。あんたの好きな人は変なプリウスみたいな。あんな意味わからんプリウスとかするし。いやいや、交渉しとっただけだわよ。なんだよ。買うなんか一言も言ってないね。いや、交渉なんかする必要ないじゃん。別に買う気ねえんだから。あれ。なんでだよ。なんで、あれ買う気ねえんだもん。あんたもう頭の中にベンツしか。BMW しかないやん。いや別に BMW 以外だけでもあるけども、あれ以外で買わないって言ったよ。いいよいいよいいよ。お前それはそれはおかしいだろ。それで買えばいいがな。それじゃあお前。それを買わないんだったら、それを買わないんだったら、まあ、BM しか買わないみたいな発言おかしくないですか。最初からそもそも、あの車買おうとしてませんでしたけど、最初からあの車を乗ろうとして思ってませんでしたけど、あんたが勝手に入って、それでね、あ、これが欲しいみたいな。じゃああんたが買えばいいじゃん。半月も乗らずにしても故障で出ていくんや。自分で乗ればいいな。別にあんたはそれでよければそれでいいんだ。マシだろお前。半月も乗らずにして交渉なんかする必要がない。買わないんだから。はい、はい。なんで交渉したの。20万。別に買わないんだから。30万。何のために交渉したんですか、さっきあれ。はい、廃車。いや別に廃車でも別にいいんじゃないですか。別にあれ乗っても廃車なんじゃないよ。あれ乗って廃車してたら一緒やん。保険や税金を払わんけん、ああ車にどうせ払う気でいいだろう。最初から乗れるか分からんけどな。ああ保険と税金を払わんとお前車に乗れんということはあんたでもバカでも分かるだろ。うん、いやだからそれがどうした分からんか。それはどうした。お前があれ乗りたいだけだろ、ただ単に勝手に。お前なんなら BM 買ったところでお前一番最初に乗れだろうが。お前不当性なんだって。勝手に嘘つけよお前。お前と違うわ。いやお前ぜひそれ知ってんじゃん。はい、廃車だ。まあ、BB だってお前の方が一緒。BB だって俺が買ったらお前の方が先に乗っとっただろ。意味わからんお前。はい、廃車。ああ。好きにしなさい。廃車になるんだから、どっちみち。いいんですよ。あんたがやることだ。その代わり今まで自動車保険や税金払っとったけども、一切払わんけどな、うん、とてもじゃないけど3ナンバーの税金や保険なんか払えんから。はい、はいはい、OK です。わかりました。全部自分で払うだね。分かったけど、同じこと何か見るな。何回も言わんとあんたは分からんけど、同じこと繰り返してもしょうがない。分かろうとしなかったとかだよ。まあリスナーさんが全部あれは承認で運転。それは関係ないんだよ。ちょっと試乗させてもらおう。 BM を運転させてもらわないとな。どうやって車出すんだろう。
よいしょ。コーヒーどこ行ってないかな。コーヒー買ってこいよ。買ってこいよ。買ってきてよ。意味がわからん、買ってきてよ。あとごめんさん、お仕掛けからす。ペペ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 。ここですね、車買うとこはもう。ここで決めます。決めます。こうちょばこじあるとフェ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 。これがね、ゼストっていう。ゼスト、うん、燃費悪いよ。これ、試乗させてもらえるの？これ車が前にあるけど、右ハンドル、すいません、すいません、すいません、あれ、あ、昨日来たんですけど、はい、BM がちょっとやっぱ気になるですね。はい、わかりました。これって前出す、ちょっと乗れたりできます？市場ですか。はい。あ、あの黒いやつ。黒いやつです。あ、大丈夫だと。あ、あれですか。うん。UGD にめっちゃ似てるやん。テンションも U2 だし。壊れてんの、うん、あ、こんにちは。BB ちょっと、BB ちょっと乗ってみたいんですけど。わかりました。いいですかね、ちょっと移動します。はい、中の方でお待ちください。あ、はい、あ、車でチャンス、ちょっとタバコ吸うんで。わかりました。はい、ギャルか、ギャル。あ、これがこれがいい、うん、それがこれ。およし、ちょっと今試乗させてもらうよ。大阪自動車です。はい、大阪自動車の、あ、大阪自動車だ。いや、中古でも試乗がするでしょ。そしてハンドルは重たいし、システムがいいやな、うん、そしたら買いたくなくなるから、ハンドルは重たいし、ハンドルはブレるし、あそこまで出してくれるらしいよ。じゃ、ちょっ
とまあその時これ持って助手席に乗っといて BM の。やだよ。乗るよ乗るよ。あ？ああだけど乗っとこうよ。うん。もうあのもう誰も買おうとせんわな、もう何十年押しだよ。30年押しかよ。うん。セダンではないんだね。ハッチバックだって言っとる。女の人が運転してきたわよ。この人は店長らしい。あ、はい。10分から10分ぐらいの。あ、はい、大丈夫です。はい。そしたら行きます。ちょっと待って。途中でほんならコーヒー買って。5分から10分で。あんたが。これで車検についちゃったんだって。ああ車検付きで何いくらだったんだっけ。30ちょい。ああ、あんた29万って取ったんだよ。いやいや、だからそれなんか税金がどうのこうのちょっとかかる。30ちょいぐらい。じゃあちょっと5分から10分だけ、はい、お願いします。ちょっと車高が低いな。うわ、くちゃくちゃいい。安全運転でいいかな。はい。え、これすごいな、これ当てるなよ、はい。6年の7月だから、もうすぐだから。6年ってまだだろ。今年6年だろ、あいつか。令和6ってこと。うん。お母さんがこうがこういうの車検もっといいよ。車検でまたこれ何十万やってとるよ。車検で20万ぐらいかかるの知ってるか。7月になったらまた20万払わなきゃいけないんだで。これ買うのはいいけど、エアコンつけるよ。エアコンどうやってつけるよ。知らんのよ。俺だって俺がつけちゃう。音がめちゃくちゃいい。どこ映しとるやん。うん、こっち映さないけど。どういうことなのこれ。分からんのよ。俺は聞きや最初から分からんのに。まったく。どういうことなの？俺が聞いてるんだよ。いやこれ右側のあれかレバーを戻すんだよ。いやこれどうやって止まるよこれ。だけど右側のレバーを上に上げるんだよ。どう違うじゃんやり方。左に上げ下げるんだよ。何をテンパってるんだ。いやお前がでかい声でテンパるだろ。お前テンパってお前でかい声なんか一言も言ってねえよ。何言ったら暑いわ。エアコンが全然効かないな。でかい機械じゃなくて今ちっちゃくもうこれでいいだろ。効かんがや全然。エアコンが全く効きません。あでも結構重たいなこれ。だからハンドル重たいよ。いハンドルというかアクセルが重たい。あそこが悪いってことか。ほら来たぞ来たぞ。やべこのいきなりこう事故ったら終わりだこれ。どこ映しとるやん。エンジンはいいね。確かにまだエンジンは大丈夫だわ。音はめっちゃいい。うん。
燃費は悪いけど、燃費は5、6キロだけどな。これガソリンどこなの？ガソリンメーター知らない。燃費はあんたものすごい悪いのは分かっとって買ってるんだろうな。燃費は悪いの。いいじゃん、もうあってやん、お前は。もうこうやっとくわ、もう。事故するもとだ、お前。クラウンも持ちながら運転するなんてバカだよ、ほんと。だからここボタンか、なんかコーヒー、コーヒー分かったけど、止まんの俺。ハンドル切れば止まるわやん、バカだな。いやいや違うだろ、普通にこういう感じになるだろ、切らんの。それは日本車と違うけんだ。日本知らんわよ。たぶん。バカだな。横めっちゃ効くじゃん。聞いてないよ。聞いてるじゃん。俺のとこは、あんた、自分のとこは全部負けとって。違うだろ、聞いてるげん。いや、めっちゃ聞いてる。携帯ちゃんとやれば。自分のとこは、あの、あって。はあ、お前、これで自分のとこって、お前、こっちに見てるじゃん。聞いてごらん、なるぞ。バカだろ、俺。だから、青になるぞって言ってるやな。なったとは言ってないやな。なるぞじゃねえよ。なったぞ。だからか。もう帰らんと。しやすいよこれ。アクセル持ってんけど。あれ、こういう感じ。あれは。なんだよ。ブレーキは。ブレーキめっちゃ効く。うん、なら今がいいな、ブレーキが効くんだったら。はい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 。ああ、疲れるわように。買ってきてよ。無理、俺、ごめん。帰るだけの体力がない。ごめん、あんた買ってきてくれんか頼むけん。いや、おかしいだろ、それ。離島でいいけん、持っていちゃうけん。やばお前。やばいよ。お前、だって普通に自分でコンビニで買ってんじゃん。いや、それは。なんでお前、足なんか打つよ。どこ打つよ。ここだよ、ここ。この辺。ここ、分かった、分かった、分かった。あ、はい。お、2枚目。はい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 、はい、いってらっしゃい。はあ、どうします？ねえ、この車本当に買うのこれ。いや、すごい、程度はものすごい、確かに。おっしゃる通り。こんな車が30万で買えるなんて思いません。だけど、7月に車検が来て、多分車検で20何万取られる。するとトータル50何万だわね。あいつそんなことは全然頭にないし、まず保険、自動車保険が年間10万円ぐらいすることも知らないし、税金が3ナンバーだから高いのも知らないし、どう思うや、みんな。こんなの買っていいと思う？まあ持って1年だけどね、どんな車だって、うん、だからこれで車検が1年ぐらいついてるんだったらまだいいけど、これで車検がな、車検の安いとこ僕は探すけん、そこでするかな。水虫の足ずるだ、お前、仮面に。電話して水虫の足を。電話して聞いてみるわけん。ん？車検が安くできるようなとこで。本当はな。何だろ、お前の水虫で。本当はな、車検もな、
自分でやれば安く済むんだで、別に人のあれを借りる必要ないんだで、あんたみたいに毎日休みの人は自分で車検取ればいいんだよ。いやちょっと分からんけど、あんた運転しみ無理無理無理は無理なの、うん、できるな。すごいわ。でも上げなくてもすごい、ずっと足が伸ばせる。帰るか。足移すな、汚い足。これ車検がついてたらなぁ、いいんだけど。だっ だってその県外だったらもっと安く車検ついてるのあるから、県外に取りに行くな。いいや、買ったとこが近い方がいい。何かと近い方がいいってか、取りに行くのは俺なんですよ。みんな行けや、そっちはいいよ、ね、そこに出せや。これ車検つけていくらですかって聞いてみ。35万って言って車検つけたら、うん、そっちにするだわよ。だけそう言ってんじゃん。なんだこれ、あんた29万って言ったかよ。車検つけて全部したら35万って言ってたんだ。車検つけて、ああいいんじゃない。あとはお母さんをどうやって口説くかな。画面どうなってんのこれ。あとはお母さんをどうやって口説くかだな。車検どうせ2年経ったらポンコツになるんだから一緒なんだよな。あとはあんたが保険代と税金代をちゃんと払う。OK か。OK。税金代と保険代をきちんと払うかどうかだよ。本当に払うんか。お母さんに約束できるか。お母さんに約束せんけど、あんたに約束するわ。いやいや、俺はダメだよ。お母さんに約束せんと。あんたに約束する。まあ、だからあんたに約束するから、あんたが頼むしかないよね。俺あんたに約束したわ。あんなんだ、やだ。そんなんやめたわ。じゃあなんだよ。何に買えんっていうことだ。買えるわよ。金払います。どう止まるんだ。これ、外車止まるのこれ。知らん、俺も乗ったことない。止まる、これ止まれんすか、これ。あれ止まらなくなったけど。長く押しといたけんだろうな。こいつしとるやん、まず。チンコなんかつなのね。こっち外でしょ。アイドリングストップ。よかった。いつの間にかボーボー動いてる。まだ程度が確かにまだいいな。あ、多少ノッキングするな。何それ。ああ速度を下げると車がノックするってこと。当たるでお前大丈夫かよ。当たるわよ。バックカメラはついてねえな。バックカメラさすがに。まあ後でつけたいです。反対しちゃう。このまま行きたらいけんよ。バックで行けんと。それは日本の人がいいんじゃない。バックで、普通バックで入れるだろう、お前。ここに止めといてください、じゃあ。ちゃうこの値段だよ、それなりのものだろう。うん、そうっすね。ちょっと、はい。
帰るか。よいしょ、よかったよかった。確かに。あれ、これ出てあげんの。それは怖いな。あれ、うわ、でも全然いい。ありがとうございました。いや、全然いいっすけどね。いいですか。はい。ただあれ、なんだっけ、ウィンカーがちょっと止まったりするんですね。なんかこう。あ、これですか。はい。あ、止まったりっていうか、なんか、アイドリングストップですか、あれってやつか。あ、そうです。多分詳細は、多分、中のあの、あ、はいはい。ラジが営業の担当してるので。これ全部で35ぐらいですよね。そうですね。多分、金額的な話ですと、多分、中に1回入っていただいて、はい、手の方が多分よろしいかと思うんですけど。35ぐらいでしょ、車検ついて。いや、俺買わないし。いや、だから、うん、いや、俺は買うけど。高いのだったら別に、じゃあ、それで。お見積もり。そうですね。一度ちょっと中の方で。あ、はい。はい。今、俺、車の中。うん。これがクリプトって言ってる。これはお客さんの車じゃないの。うん、知ってる。見てみ。うん。リーケン。うん。スイフトっていう車。見て見て見ていいんかい。あ、これ、これ店の車だ。スイフトがないでしょ。スイフトの中古ないでしょ。あ、それがフィットです。昨日行ったフィットです。あ、これですか。これスイフトだよ。あ、こっちか。あ、これが昨日のフィット。これは売り物じゃない。これね、高っ。このフィットいくらでしたっけ。カウンターにある。はい、わかる。このフィットは30万ちょっとぐらいです。本当だ。え、これもちょっと乗ってみていいですか。あ、まあ、運転しないんで。はい、はい、大丈夫ですか。あんたが乗るんだよ。あんたが乗るんだよ。いや、俺やんだよ。鍵持ってきます。あ、すいません。あれ、これと、すみません、これとこれと見積もりお願いして。はい、2つ。ヒットの方がいいの、あんた的には。これそうな、お母さんにしてもヒットの方がいいに決まった方が。色が微妙じゃね。色は今の服のと一緒だから。何言ったの。うん、関係ないよ。お、キーですか。はい、こちらから。あ、はいはいはい。そう。でも、ドキドキする。はい。あ、ありがとうございます。はい。これ、車検にね。あ、はい。ついてる。で、もうすぐ切れるんで。7年の6。これは7年の6月で。で、1年ついてるってこと。うん、はい。6年7月じゃない。あ、6年7月。もう切れるんで、これは2年つけたやつ。はい。いいよ。いいよ。程度が。エンジンかけてみるか。うわ。程度が全然いいじゃん。なんだこれ。ん？何これ？分かんない。ドラレコ？あ、後ろにドライブレコーダーがついてる。あ、ドラレコがついちゃうから。何ドラレコって？ドライブレコーダーだ。あんた、あ、後ろが見えるってこと？後ろも前もドライブレコーダーがついて。なんか事故った時にどっちが悪いか見れるんだよ、これで。てか足汚ねえな。下げりゃいいだろ。あ、これ2つあるんだ。かっこいいわよ。こっちの方がかっこいいわよ。ちょ、冷房見ないと。冷房一番大事なんだよ。そう、本当は冷房が一番命だけどな。うん、これは完全に誰か喫煙してたね。なんで。いや、黄色くなってるわ。どこが。全体的に。だけどあれがないで。いや、ここにあるよ。灰皿、灰っぽいのは。
うんと、なんかこうやってしてるんだよ。いや、多分これ喫煙者だ。いいじゃない、これが。俺、こっちとこっちでどっち買うって言ったら、うん、確かに、はい、内装は向こうがいいけど、うん、はあのこれからの燃費とか、うん、税金とか、うん、いろんなこと考えたらこっち買うわ。こっちだったら多少応援してもいいわ。向こうは応援で。皆さんはどっちがいいと思います？ BM、 あ、ちょ、アンケート取ります。俺ちょうど BM だけど、アンケート取ります。 BM、 はい、この暖房が入っとるかよ、ほんとか。BM かフィット、どちらが多いでしょうか？フィットに決まっとるかよ。これで BM って言うともうみんな次で入ってるようなもんだ。次はないと思うけど。うわ、引き分けた引き分けた。次が半分もいるってことだよ。50-50。ちょっともう一回ワモア。本当にね、自分が買うつもりで投票してくださいよ。釣りで投票したら。いや買うつもりないけん。いや、釣りじゃなくて本当それがあって配信者見たいって人もいいんじゃないの。何とやじゃねえわよ。普通だんこれ。ほら、部屋地見ろこれ。多分どうや、あれまたこう、また別れたんだけど、50-50で。もう買うなってことだよ。いや、買うなってことはおかしいだろ。いや、違うだろ、意味が違うだろ。あれなんで、じゃもうほんとラスト、ちょっと待って、意味わかんない、なんでだよ。 BM、ヒット、ちょ、本当にお願いします。本当にあの BM に入れてください。あ、 BM に入れてください。フィットに入れてください。 BM に入れてください。フィットに、このフィットの方がよっぽどいいよ、 BM よりも。いや、両方買いが出てきてんだけど。 BM で、フィット、 BM、 フィットに決まってるやん。配信者なら BM って書いてる。配信者ならフィットだわ。配信者ならフィット配信者なら BM。うわちょっと本当のちょっとの差だわ。フィットが良かっただろうな。ほんと 2% の差だよ。そうしなさい。 BM っすね。何言ってや、 BM だったら絶対手助けなんだ。これ14万件回したよ、これ。いいわね、ベース向こうだって12万件だ。こっちの方が多いだろ、14万キロで。日本の車は14万キロ走っとったって何倍でも走れるんですよ。いや、だ14キロになったら結局あっちの。そんなの買えやけん。いや、俺これなんか7万キロって聞いてたけど、14万キロやないかよ。何年値引き交渉せや。ああ、何万ぐらいだ、値引きいけるの。30万全部で30万ぐらいなくしてくれる、値引きするか。まあ、女性が運転してる。買いたい車買わないと思います。まあ、じゃあフィットはまあないですね。あれ、これ出て切り方が分かんないんだけど、出て切るのこれ。どこで切る？これか。あ、どっちもなしでは。
後悔するよ。いや後悔しないよ。でもこれも普通車だからね。普通車だと2500だね。税金が全然違う。あれはもうあれあれはいくらだよ。1500じゃないかよ。あれ3000かよ。3000だ。税金が6万でこっちが税金3万だ。倍半も違う。まあ捨てそんななんで。別に全額払うんだったら、いやそうだよ。決めりゃいいよ。だから別に必要だって全額どっちにしろ払う関係ねえよ。払わんくせん。ほんだったらどっちも買えんってことだから。いや買えんってことだよって買え。買う話でしてる。買えんだろう。今そこにお金がない。いや俺。今現金全部渡してくださいってそういう話じゃないって。そんなお前賭けみたいな売り方はそんなとこはせんわ。してくれるわ。賭けじゃねえし。じゃあううのあのゼスとか？ん？じゃああのゼスとか？いやこれだってフィットだって。これだったらいいと思う。お母さんだってこれだったらいいって言うわ。いや。お前が買いたくないだけだから。いや、黒だったらよかったけどね、逆に。最初は何でもいいって言うんだけど。何でもいいですけどね。だってお前なんであのウィングロードの水色の青かなんだろう。おかしいやろ、あれ。乗れるだけでもお前一銭も出してないし、乗れるだけでもお前いいとせえ。